皆さん、今回もよろしくお願いします。今回はこちらのミュール水槽にネオンテトラを30匹投入してみました。それではどうぞ。少しかわいそうな気もしますが、ミュールスのためにネオンテトラを30匹入れてみました。早速ミュールスに1匹食べられてしまいました。こちらのテトラは購入当初からなんかちょっと、弱っていた感じがしていたので、あっという間に食べられてしまったのかと思っております。こちらの方には、逃げてきたネオンテトラたちが集まってきています。ちょうどここの隠れ家になっていいのかもしれません。まあそんな風にテトラの方が寄っていくと、あっとまたやられてしまいました。残りは28匹になっております。ここは早すぎて見えなかったのでスローモーションでどうぞ。もう少しスローモーションにしてゆっくり見てみたいと思います。食べるまでの速度はものすごい速さで一気に吸い込んで食べています。まだ満腹ではないのか、ネオンテトラを狙っている感じがしています。ただネオンテトラたちも本能的なものがあると思いますが、ミュールスと距離を置いてきています。全体的に見ているとだんだん左の方に今寄ってきています。ミュールスはまだ食べ足りないのかもしれません。この水槽にはミナミヌマエビも入っていますので、そちらの方に切り替えていくのかもしれません。今ちょうどミュールスのお腹が見えていますが、うちのミュールスのお腹は真っ白です。こちらは今白バージョンのままです。テトラたちは左の方に集まってきています。全体的で見るとテトラたちは左の方に寄ってきてミュールスを警戒していると思います。さすがに2匹も一気に食べられたので警戒していると思います。ここからはテトラを食べ足りないミュールスが裏から回ろうとしているのか、そっちの裏の方からもしかしたら来るのかも。ちょうどそこの見えるところの奥がミュールスが出てくるのかもしれない場所です。今水槽のちょっと映っていましたが、諦めて出てきました。今度はターゲットをエビに変えようとしているのかもしれません。エビを狙ってつけていきますが、エビには逃げられてしまったようです。エビを狙いましたが、エビはエビ飛びで逃げています。意外とエビの動きが速くて追いつけなかったようです。22日経ったミュールス水槽です。ネオンテトラジの残りは5匹になっています。夜な夜な食べられていた感じがします。ミュールスは砂に潜っています。アングルを変えて見てみました。目玉だけキョロキョロさせています。カメレオンのようですね。またアングルを変えて正面から面白い顔です。目だけキョロキョロしております。生き残ったネオンテトラたち5匹になってしまいました。この
この洞窟には南沼エビが、隠れて一生懸命食事中です。ミウルスの大あくびです。ちょっとちっちゃいあくびをしました。ミウルスが浮上していきます。食事に向かうのかもしれません。もう5匹しかネオンテトラスがいないので、なかなか食べるのも難しくなってきていると思います。何か石の隙間にチエビかなんかがいるのかもしれません。何かを狙っています。あそこの洞窟の中には南沼エビも隠れていますが、まあ、そこまではちょっと体が大きいので入っていけないと思います。今回はここまでになります。この動画を気に入った方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。